今つけておりますのは「も」というやつですね、この「も」の紐、小紐と言いますけど、この「も」の紐と、後ほどかけます「こごし」という紐がございます。この2本の紐で全部が止まってると思ってくださいね。今結んでおります紐は小ごしといいまして、この紐は時代に応じまして太さがこう変わっていくわけなんですね。まあ、近世江戸時代になりますとこの倍以上の太さになってきます。まあ、平安時代はかなりこういう風な感じで細かったわけなんですね。まあ、今あの物引き腰というものをこう伸ばしているわけなんですね。まあ、これは、二幅目にこう乗せるわけなんです。これもまあ決まっておりましてね、それから最後に扇、日扇と言います。この日扇を渡しまして、一応、着付けですね、これは完了いたします。まあ、お方に礼をしまして引き下がります。それではね、十二章を聞くれ着せるのにね、20分ぐらいかかりました。まあ大変しんどいと思いますけど、お姫さんはどうなんでしょうかね。私初めて十二人絵を着させていただいたんですけれども、とても重くて大変熱いです。ライトで熱いのいちゃいますか。でもとてもなんか日本のお姫様になった気分で、とても嬉しい気持ちです。ありがとうございます。それではね、皆さん、ね、せっかくですので、日扇を開けていただいて、少しこう写真などね、お撮りになる方もずっと撮ってください。どうぞ。この日扇のね、枚数は決まってるんです。39曲と言います。だいたい 8×倍数にプラスマイナス1なんですね。まあ、ややこしい話ですけど、大変ね、昔の方は歩きにくかったと思います。まあ、足が全く見えませんのでね。
はい、どうもありがとうございました。